FM 大阪からお送りしていますマルシェクック。毎週水曜日のこの時間は、ビッグマルシェ。560万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディア、ニューズピックスとのコラボレーションで、国内外100メディアのニュースのほか、ニューズピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます。今週もニューズピックスから平山さんにお越しいただきました。おはようございます。おおおははよよようございいいいままますすすろろししししくく願願たさて今週はあの ラウンドワンの話でいいですか、はい、そうなんですあのラウンドワンの話なんですけど祝、はい、さんも一度は行かれたことは一度じゃございませんもう何度も行ってますそうですよ、ね、高校生の時よく行きました、はい、まあボーリングとかねアミューズメントいろいろあるんですけど、うん、楽しいあっという間に一日過ぎちゃいます、はい、日本であの最も大きいボーリングとアミューズメント企業としても知られているラウンドワンなんですけど、はい、これ実は大阪の企業なんですよね 大阪の企業。結構、はい、意外と知られてないんですかね。あの大阪が、えっ、ー、と、もとあって、全国に広がっているという。そうだったんです、ね。もともはボーリング場からね、始まっているんですけど。はい、まビリヤードだったりとか、卓球、あとスポーツアミューズメント。うん、あとカラオケボックスとかね、うん、いろいろと併設されてきて、まあ大きな施設もできているんですけど。うん、まああの、今ね、例えばその、いろんなものが楽しみ、スポッチャってやつもありますよね。はい、面白いよね。はあれね。 何百円とか払ってねそうなんですよ若い子たちもすごいなんか人気のやつですけどね意外とあのスポーチャーが遊んでると汗かきますよね結構何でもできますけどかす、ね、本当スポーツもできるし,しい、はい、ボーリングもカラオケもできるっていうやつもあるんですけど、はい、まあなんで改めて今ラウンドワンの話なのかっていうところなんですけどそうなんですよこのラウンドワンがです、ね、今アメリカで大人気なんです。アメリカに渡ったんですかはい 激烈に店舗を増やしているって話なんですよ。アメリカで。はい、で、こんなこと聞いたことないって話だと思うんですけど。うん、初めて聞きました。はい、あの実はですね、あのコロナの影響で、やっぱラウンドワンさんもね、ああいう施設なので。あの大きな影響を受けているんですけど、うん、それでもですね、あの株価が。今年の初め頃から2倍近く伸ばしていると。えー それだけま業績もいいということですよね。よはい。でただ今もコロナ禍でこうなかなかね営業もあの以前のようにはできない状況なんですけど、うん、伸ばしているということで、うん、まあそのエンジン役になっているのがアメリカに拡大している店舗と、はい、いうことになっています。今どれぐらいですか、はい、アメリカで？今アメリカ全土でですね、45店舗。そんなに？はい はい、ちなみに日本は、ね、今99店舗か100店舗前後あるんですね。どこ行ってもありますから、まあ、特に、ね、あの大阪の企業ということで、うんまあ、関西はどこでも、ね、結構あるというイメージすよだからその例えば、ね、え仕事帰りだったらその仕事場所の近いところを養育したりとか便利ですよね,、はい、なんかね会社でみんなでボーリング行ったりとかよくありますけどねなんで結構あるんですけど、まあ、アメリカにも,もう45店舗もあるというところで。 ただこれボーリング場って、まあ、あの特にラウンドアウみたいな施設って大きな場所がいるじゃないですか、うん、なのでそんな簡単に投資できる話ではないんですよねなのにこんな45店舗もあるっていうところが、うん、まあなんでこんなに急拡大できているかというところも、うん、まあ疑問にあるんですけどこれがです、ね、実は少しアメ,ア,メアメリカの少し前の状況とかが、うん、まあこうそうしていてというとあれなんですけどアメリカってあのショッピングセンターとか百貨店が、はい まあ例えば具体的に言うとメイシーズだったりあのシアーズとかってそうなんですよ閉店していてその大きな施設がまあ言ったら居抜きという状態でガラガラになっているでそこにラウンド1の看板とあのボーリングのピンみたいなのをつけて「ラウンド1です」って入っていって今店舗を増やしていると。 ななるほどあれここメー,シーズじゃなかったっていうそ,うなそこにどんと看板だけつけてラウンドワンで入っていっているという状況が、うんまあ、拡大のスピードを上げているというな,いる、ね、なるほど一から作らなくていいんだ駐車場もあるしうう広い場所にあるんでそこにボウリング場をセットしていろんなものをセットしてというところが、まあ、<ー>早くできているというところなんですけど、はいまあ、ただですねまあ アメリリカ人今時ボーングすするるののっていううもあると思うんですよね昔やってたイメージありますよすなんか昔の映画,か映画とかね、はい、けど今の映画とかまボーリングやってるのって見ないと思うんですけど、うん、何やってんの、はい、そこでアメリカのラウンドワンのキラーコンテンツは何かというとボーリングではなくて、はいうん、まあ日本で昔ゲームセンターでやってたねっていうものが大ヒットしているんですねアメリカで、はい、で例えばですね「ダンスダンスレボリューション」やったー 梅田の茶屋町のそうましたよね上手い人が踊ってるのみんなで見てたそうですあそこのゲセンもみんな見てたと思うんですけどあとよく見られてる「太鼓の達人」これもめちゃくちゃ早い人よく見られてるっていう備え付けじゃなくて自分のドラムスティック持ってくるような人がいたりとかすごいなそれがアメリカで今大人気なんですねそれが 今最新マシンとして大人気になっている、うん、もう逆輸入というか<ー>ような状況になっていまして、うん、であの日本で一昔流行ったマシンを持っていってこれすごいって盛り上がっている状況なんですけど、うん、これが信じられなくて朝から行列ができているという<え>あのアメリカ人の方が <laughs>、はい、あのラウンドワンにダンスナンスレボーションとかに。<laughs> はい 行列になって、あのタオルとポカリセットを持って並んでるっていう。もうトレーニングですね、朝から。はい。ええ、じゃ、あ日本の曲とか、結構入ってるじゃないですか。はい。それで、太鼓の達人で覚えて。そうなんですよ。で、そこら辺がもしかしたら、中身だけアメリカにちょっと変えてるのかもしれないですけど。でも、変えてほしくないな、日本の曲がヒットするかもしれない。そうなんですよ。機械自体は。日本で使ってたものを持っていってるだけなんで。結構コストも安いんですよね。そうです。はい。原価償却が終わっているようなものを持っていってるので。 でで大量に持っていいくわけすねうのもあってそのダンでそス・レボリューションやってるのが今アメリカ人最高にクールだという状況になっているとアメリカ人が言うもんねクールそうですか人気なんですね他にもですね人気になっているものがあってそれがバーなんですねお酒を飲むバーバーもできてるんですかで日本のところってドリンクってソフトドリンクを置いてるんですけどアメリカのラウンドワンにはお酒が飲めるようになっていまして でこのビールを好きなビールを2ドルぐらいで提供されてるんですけど、うん、飲みながら UFO キャッチャーできるんですよゲームセンターをうろうろして飲みながら、はい、そう飲んで UFO キャッチャーすると、まあ、取れないですよね、うん、よでそうすると悔しくてまた飲みますよね、うん、でもう一回 UFO キャッチャー挑戦すると取れないですよねっていう感じでどんどんお金が落ちているという。 まいいループでですすねそうなんですいいループも生まれているというラウンドワンがこう流行っているんですけどただあの最後にですねなぜこれアメリカに進出したかというところなんですよね、うん、でこれはですね実はあの少し前の東日本大震災が影響してまして、はい、まあその頃ちょっとエンタメとかねああいうゲームがあんまりよくないっていう状況で、うん、まあちょっとラウンドワンドさんすごい苦戦をされていたんですね。 でその時に、まあ、これから日本の人口も減少していくし、はい、まあ日本だけでやっていくのはやっぱ厳しいよねって話になって、うん、よしじゃあ,あの思い切って海外行こうということで、うん、アメリカに今思い切りましたね,そうなんですね。なので今実はアメリカだけじゃなくて世界にいくつかの国で笑うのはラウンドー展開されているんですけど、まあ、今アメリカをこうあの一番頑張っているという状況でして、うん、まあこのプロジェクトを実はひあの仕切っているのが元日産のエンジニアの方なんですよね。 それが今、ラウンドワンさんで COO になられていまして<ー>そこでもうアメリカに自分で乗り込んで、うん、自身でこうあのお店の支配人までやってスタッフを集めてということででそこが今、身,身になって今はもう今100店舗を目指してい、うん、くと思います、すぐ、はい、もう45店舗でしょアメリカ広いですし、はい、アメリカ行き切ったら次はインドもしくはアジアジでですねそうですねねそうあとなんかロシアなんかにも、ね、展開されるっていうされてるのかな<ー>、はい、っていうのもあって。 それはもコザックスですよ <laughs> ロシアでは男性がお酒飲みながらゲームセンターっていうのがうまあ日本ではないですけど、ここはなかなかあの確かに面白い。あい、あとのの、これね、動画番組で今、うちでも見れるんですけど、はい、そうなんです実はですねあの、ニュースピックスのアプリの中に、はい、記事だけじゃなくて、そうですね、動画コンテンツも、はい、あの充実してました私、大好きで、はい、よく見てるのが、この「電書場と TV」。 はい、ちょうど2分で終わるので 2>,、はい、あの2分で全ての,この経済のいろんな最新情報が分かるっていうそう,、はい、そうこの話もねそれで取り上げてるんですけど、はいはい、この中でもあの言ってるんですけど今、目指してこう100店舗を目指してるんですけどうん、うん、まあ多分すぐ行くだろうと、うん、でさらにどんどん増やしていくんじゃないかっていうことがまあ語られてるんで、はい、まあ期待できるなというところ。はいはい 店舗目標にいいててるっうことですねじゃあこのお話もその「伝承画ト TV」ではチェックすることができるはい他の話もやっててこういうなんか日本であまり知られてない話がいっぱい出てるので本当に実際にアメリカの今あれロスでしたっけサンフランシスコでしたっけそうですねに住んでらっしゃる方たちがリアルな情報を伝えてくださるので言えるギリギリの範囲で危なくなったら「ポッポー」っていうジングルが入るっていうそうですね。ののよううにね がるのでこれもぜひあのチェックしていただきたいです。まずはあれですよね「ニュースピックスのアプリをダウンロードするところからですよね、はい、これの無料版と有料版がありますのでまずは無料版から楽しんでいただければなと思います。はい、また最新の情報を平山ささん持ってきてきくださいね、はいはい ビッグマルシェの音声は YouTube でお楽しみいただけますマルシェクくんのホームページに行っていただくと「ピックマルシェ」というバナーがありますのでそこをクリックすると過去のオンエアデータ YouTube にアップしていますぜひ聴いてくださいそしてニュースピックスアプリで記事を探す場合はカタカナで「ピックマルシェ」と検索をしてくださいこの時間はニュースピックスの平山さんに今週もお越しいただきました来週もよろししくお願いしますありがとうございました